さとです。これも見てる？いるよ。ああどうもこんばんは。こんばんは、あさとです。こんばんは。暑いのに長袖着てまーす。イエーイ。伊沢と今これもうなんか普通にカフェしてます。カフェだね。カフェしながらカフェというもうなんていうの、収録というカフェだよね。そうね。これ終わった後に何の撮影したかっていうのはいいよ皆さんに。そうね、うん、終わってから今休憩中です。よし、25分からだからあと10分ぐらいあるかな。でも色紙書いてって言ったから。あ、そっか。じゃあ5分程度ですか。5分程度。インカメ、インカメにしん。いや、インカメやだな。これすごいよ。ポコ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 ってハートがいっぱい出てるよ。そう。ポコポコポコ、これ何ハートどうやって出すの。ハート？うん。ポコ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 って横のハート。ハートはみんながいいねしてくれてるの。いいね。いや、何それ。何それ。2人で写ってくださいって。よしっかな、それはな。伊沢さんも写りましょう。あーさてー、このジメジメしてる感じがねすごい暑い。確かにね。あーって書いてる。今ね何してるんですか。休憩中でございます、収録の。はい。ね、ちょっと外の空気吸って。はい、暑いっす。暑いです。あとね今日25でしょ、うん、4かあと5日ですよ。ワクワクドキドキすってんこの量。いやー、そうでさ、そうでさ、そうでさ、ねえ、なんか彼氏とデートなうみたいですね。あ、いいじゃん。やったー、彼氏とデートなうに使っていいよってやつね。え、あ気持ち悪い。このアップ映す。はい、今ね、番組の収録してるんですけれども、はい、まあ、収録終わりでね、皆さんに何の収録かだったかっていうのは言おうかなというふうに思ってるんで。そうね。楽しみにしてください。あ、はい、今日今もう358人、7人、9人。すごい。こんな見てくれてんの？なんか見てくれてる。どうしようか。なんか舞台すごいな。え？舞台する。舞台する。すげえな。アサティさっきまで遊園地でしたよねって。そうだよ。さっきまで遊園地いたけど、今度はカフェです。いいクロスで見たよって。ありがとうございます。電車から見てます。マジで？電車？電車なう？電車なう。ありがとうございます。いや本当にね、もう5日後ですよ。バスツアーどう？いやもう超絶楽しみ。ここ最近の仕事の中で一番楽しみだ。そうやな。いやもうだから。もう俺の一番の目標は楽しむこと。みんなもそうだよね。そうね、うん、まあなんか来れないって人もいるけど、確かに仕事が入ったとかさ、なんか落ちちゃったとか、なんか別の予定が入って先に入ってねとかって来れない人もいるけど、でもやっぱ来れない人のためにも応募数相当あったらしいからね。僕聞いたんだけど、まあ、すっごいあったってさ。マジか、ありがとうございます。だから次はまあほら2回目も考えてるわけじゃない、はい、普通にイベントをさ会場でやったりとか。ワクワクドキドキすってんころりん、バスだ、あーできますだ。これがもうなんかどういう風になっていくのか分かんないけど、うん、進化していこう。そうだね。やるからに、やるからにはやっぱ楽しいものをお届けして、はい、皆さんにいい思い出作ってもらってね。でなんか話に聞くとほら僕の生まれ変わりの、あ、生まれ変わりっていうか僕と同じ顔してる人いるじゃないですか。あ、分かった分かった。江頭さんね。江頭さん、やめとけ。やめとけ。黒タイツ着てねえわ。おーってやってないから僕。いや、それ誰も見てねえから、声しか聞こえないから。山田ジェームス武史さんね。はい、同じ日にバスツアーやるらしいですよ。いやいや、バーベキュー。完全に喧嘩売ってます。喧嘩喧嘩売ってますよ。いや、でもジェームびっくりしてた。まさか同じタイミングだと。まさか知らなかったんですよ。まあね、本当に、まあ、向こうは向こうでいい思い出作るだろうけど、まあ、僕たちもやっぱその辺もだから似るんだね。同じタイミングでバスツアーしちゃうんだね。確かに。
言っとくわ、言っといて、やめてって、うん、この前朝5時に連絡来たよ。そうでしょ、ほんと寝てるじゃん僕さすがに。で次の日折り返し連絡したら何も返ってこない。あいつ何なん。そういうやつだ、やばいよ。さあさあ、じゃあもうそろそろじゃあ戻りますか。頑張るか。そうね、じゃあ最後にちょっとじゃあツーショット、はい、おっ、というわけで、はい、じゃあまだまだ続きますが、はい、取材は収録か、収録楽しんでいこう。イエーイイエーイ、またね、ありがとうみんな見てくれて、じゃあね。